参考になったな、った今のは結構あしたあそうだそうやって悩んだ時が一番ね、その成長する時になるよね。仕事をしてお金もらって、ローン払いを終わつつかの次のステップ何ってところだと思うのよ、正直やつは。うんわかんないけどね、間違ってるかもしれないけど。いや、参考に、いやあの、ね、今ね、めっちゃ思った。参考になったな。いや、サッシーでメンターに欲しいですね。あの雇わあの、払わないですけど、お金、<laughs> お金は払わない,いや、あのね、れこれサッシーに実は言おうと思ってたんですけど。うん ちょっとガチな相談で、うん、俺って人生の今悩みが俺が相談できる相手がそんなにいないんですよ。あーメンタ多分さっしーもそうなんじゃないかなって俺思ってて何でかっていうとーう俺たち YouTube とかでこうやって人に向けて発信してるけど、うん、俺たちもやっぱ人生で悩むこともあるし、まあ、時にはね押し潰されることもたまにあると思うんですよ。でそういった時にこう誰から俺たちを恐れば教わればいいんだってたまに思いません 俺はだから本読んでるからさ、メンターがいるわけよでも本で、そのうん、本って結構、哲学だったりとか、そのジェネラルなこと書いてあることが多いと思うんですよ。なんかその、うん、すごい、例えば、リアル的確なアドバイスとか、普通に今必要っていうのはうので、1000、うん、ページの中で、じゃあ、どのくらい貼るかっていう考えたときに、うん、そんなそれは、ね、現代的な社会の現象とかの書いた本とかもあるよ、ちゃんと。 この今の社会で教育システムが崩壊しててとかね、あのうんぬんうんぬん、ビクテムメンタリティがうんぬんとか、その中でどう,やどういうその、ね、みんな携帯じゃなくてスマートフォン、ソーシャルメディアの時代でハピネスが失われてきてるこの時代、どうしていくとかっていうね、って本もあるから、全然。昔の哲学者の本だけじゃないよ、それは。さしーの場合はメンターは本みたいな感じですか 本とのそういういチャンネルだね俺実は、うん、俺実はあんまり本って読まないんですよ。うん、でん、ね、本読まない芸能人って芸能人とか有名人って結構いるらしいけど、多分イチローとか本読まないらしいんですよ。うんうん、でイチローが本読まない理由っていうのはあの本,が読むの本読むのが嫌いっていうのが一番の理由と、うん、あとやっぱりそのあくまで本っていうのは個々の経験談から価値観から書いてあるものだから。 それが必ずしも自分に言うやっぱイチローって打ち方ってすごいこう何てすうの独特じゃないですかあの人我流極めてトップに行った人だからあんまり他の人から指示受けるっていうかコーチから打ち方とか教えてもらうの嫌いらしいんですよねそれで本読まないっていうふうに言っててで俺が本読まない理由もちょっと見てて俺の場合は本ってどっちかっていうと 本当は1ページのサマリーで言えることをわざわざ200ページに作ってるっていう感じが俺すごいするんですよ、本って。うん、それは。<ん>あの、間違ってないと思う。1ページじゃないかもしれないけども、うん、あの本当に自分に役立つものっていうのは全部じゃない部までね。うん、で、飛ばししの俺の場合は。そうですね、俺の場合は実際だから本当サマリー1ページの本当サマリーできるのにわざわざお金目的のために200ページとかにしてるっていう方が嫌いなのと、あと、 その人たちっていうのは、本来は1ページにできるのに、相手200ページにしてるって、ちょっと無能な人たちなんじゃないかなって考えが頭の中であって、で、で今の時代だったら、食わず嫌いじゃないけど、読まず嫌いの部分もあると思うよ、正直。まあそうですね、今の時代だったら、どっちかっていうと、例えば200ページの本を書いて、何年もかけて、うん、で出版して10万部売れて、 あいいねって称賛されるよりも、実際動画で5分とか10分とか自分の好きなことを言って、ためになること言って投稿した方が拡散力はあると思うんですよ。だから拡散力本に,本にこだわってるわけじゃなくて、動画でもあるし、オンラインでもあるし。たや,や、もちろんもちろん。だ,まあ、だから本の場合は、そのスクリプトを作ってるじゃん。イエスがスクリプトを作るように。はいはいはい。だから凝縮されてるんだよね。それがあ<ー>で。あとは、あとはやっぱりコンプレックスな。 すごいコンプレックスなことを調べるときに、やっぱりコンタクストがないといけないっていうのがあるのと、うん、あとは、そうね、だから本当に大事な部分っていうのは、とか、自分の身になるのは全部じゃないのはあるけれども、でも、アーノルド・シュワラツネガン例えばさ、オートバイオグラフィーなんてさ、別に1ページで読むのが目的じゃないじゃん。例えば、オートバイオグラフィーの場合って、ストーリーを読んで全体が分かれてる部分あるじゃん。<ー>っていう本のジャンルはあるけども、それじゃないジャンルの場合ね、例えば、エボリューションとかね、その進化論とかは本当に、 確かにポイントだけで分かるけども、そのコンテクスト結構大事なんてあんのよ。そういう考え方の抽象的なこととかって。ででで別に動画でも全然いいの。の動画でサプリメントできるし。まあ、ただ、本だと、俺の場合、その抽象的なことばっかり俺読んでるからさ、やっぱり。そういうのが大事だから、そのライフプランとかね。だから一応のあれは、だからアーティスト系とか別に本とかね、読んだから上手くなる方は違う部分あるけども、そのシステムィムティンキングっていうの エンジニアとかアカウンタとか、そういうシステムテンキングで自分の人生を、ね、うまくしていこうっていう場合には、感覚だけじゃないじゃん、正直。ロングタームプランニングが必要じゃん。ね、投資もそうじゃん。ちゃんとしたプランが必要じゃん。ってなったときに、ね、その凝縮された情報をどこで得られるかってときに、その動画もそうだし、本もっていうだけで、まあ、目的によるよ、だから、からアートとスポーツを学びたいってときに本が大事かって言ったら違うよね。ちょっと理論じゃないじゃん、正直。 ただ、その理論的なところとか、人間のさ、あの本能とか、ヒューマンサイコロジーとか、ヒューマンネイチャーとか、進化論とかさ、歴史をたどっていかないときの部分があるとか、そういう結構抽象的なことは、やっぱりなかなかね、うん、そうだね。まあ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 、いいんだけど、だから今の現代人の,その虚無感とか、そういうのって現象なんじゃん。はいはい、そういうのも感じる部分あると思うよね。例えば、年取っていくにつれて、次のステップ何みたいな。 次のゴール何みたいな。で、俺はそういうので、本でそう、そういうのがあるからさ、例えば去年のニューヨークタイムズベストセラー、今年のニューヨークタイムズベストセラーで、どっちも現代社会のそういう現象の上で本を書いてる人なのね。そういうの見ると、あ、共感できるもは結構あんだよ。その心理学のリサーチの結果を入れた上で、人間はこういうふうになってって、で今どうしていくべきみたいな。 だからそういうのはそういういのがすごいその現代とリンクがあるからそういう本も面白いだろうしまあそれだけじゃないけどね、まあ、でもアノド・シュワッツ・ナガの方はマジでよかったね参考になったな今のは結構あーあってなりましたねあそう結構なりました、ね、なるほどって言われてみればそうかもしれないってだから本って言っても、うん、一ジャンルじゃないから読むのはそれであとそのもう一つは 本当にあの、歴史の中でさ、例えばさ、リなチャールズ・ダーウィンとかさ、レオナルド・ダ・ヴィンチとかさ、モーツァルトとかさ、ベートーベンとかもそうだし、マーティン・ルーサー・キングとか、ま,あ、またはイーロン・マスクなりとかさ、まあ、今のパターンで言うと、もう突出してる人だよね。あのウィズダムとか突出してる人。うん、その人たちから学べることってあるんだよね。パターンがあるんだよね、絶対。 自分たちは共通点ありますよね。そうそうそうだ一郎もそのパターンに入るだろうし、そのパターンを凝縮された本を俺は読んでるの、正直。だからイーロン・マスクのオートバイオグラフィーも読みたいし、なね、アーノル・シュワッツさんがったパターンの一部じゃん。あとはその、それが凝縮された、そのサマリー本みたいなね、その成功するためにやなみたいな俺そういう本を読んでる。だから、ランダムな本を読んでないのよ、ね、正直。なるほどね。だから、レオナルド・ダ・ヴィンチとかさ、突出しちゃってんじゃん。 ああいう人たち文学も科学もやっちゃってみたいな人はアーキテクトかつ医者だったりとかさ、まあ、現代で言ったらイーロン・マスクなりとか、まあ、マーク・ザッカーバーもそうだけども、まあ、過去の、ね、いろいろあるわけよ政治家だったりとかさダライラマン・ダラ,イラマンから学べることあるわけじゃん正直、まあ、幸せとかって超関連してるから現代社会の虚無観って、まあ、そういうの俺読みたいっていうだけの話でだから 突出してるそういうスターだよね、本当に。人類におけるスター。んね、うん。サッシーねその、要は英語を勉強してる人とか、留学した以上とか、海外就職考えてる人とかに向けたね、おすすめな本トップ5みたいなの作った方がいいですよ。うん、ああ、それね、俺コンサルティングでね、ちゃんと書いたトップ5よかって。<ー>てかね、<や>そういうそっち系が本当に多かったあの、ね、質問。あのうん、サッシーさんはモチベーションとかどうしてるんですかとかさな、そういう質問が来てさ、それ本読めようと。 で、そういうトップファイブのリストをね、書いたし。それは、ちょっとどこで喋りたいの。確かに。うん。じゃ、ね、人生変わる本って結構あるから。うん。そうですね。まあ、トップファイブと言わなくても、トップ3ぐらいで、なんかこう。表紙の、あの、絵も<う>つけて。まあ、編集。するかどうかわからないですけど、さし、うん、の場合は。はい。まあ今、やったこが,があるから。うん。そう、そうね。だから。その。 な何の本によるよ。ハリー・ポッターは絶対読まないけど、俺は読めなかったけども、も、うんうん、ノンノーボ、ノンフィクションで、かつそういうね、まあ、自己啓発っていうカテゴリーに入っちゃうんだけど、響きは面白くないかもしれないけど、うん、本当に、だから、もしかしたら多分、食べ食わず嫌いだった部分もあるかもしれないわけじゃん。だって俺が本にも始めたら、俺23だもん読み始めたの、本当に。いやー、でもね。 今思えば、俺、大学時代も実は読むこと嫌いで、でも、唯一好きだったことが書くことだったんですよ。うんあのエッセイとか、なんて言ったらな、うん、そういうのを書くことが好きだったんですよね。多分どっちかっていうと、だから、食わず嫌いあったかもしれないですね。ただ、面白いことにアイロニックなパートが、書く力ってどうやって身につくか,つくかっていうと、読むところから始まるんですよね。へ<ー>だから、から読んでまあでも,もしかしたら変わると思うよ。あの変わるかもしれないですね。その いい本を見つけたときに、そのあれみたいな、うん、もっと読みたいぞみたいなっていうのがあるのよ、正直。ちゃんとした本を選ぶと。なんか俺なんて本当そうね。その本,のしゃ本とか映画とかさ、食べ物とか、吟味して喋るの好きだから、人と。うん、本当そう。映画を喋りたいじゃん。これがアダ、コーダーああ、しりたい、ね。飯もそうじゃん。そうですね。で、やすの場合、ゆう他の YouTuber がアーダ、ああだこうだとかもそうじゃん。一緒ならるじゃん。<laughs> まあね、まあ、俺、結構、研究家というか、アナライズが好きなんで、そうかもしれないですね。だそれだったらね、全然、ね、面白いと思う本あるよ、全然、現代社会で。うん、だからジョ、ジョーダン・ピーターソンとか、知らないかもしれないけども、本当に現代社会のぶった切ってる人でさ、うん、とかさ、フェミニズムがとか、ポリティカルコレクトネスがとか、今、どうやってハピーになるの大変だよっていうね、現代社会の人はっていうとかね。はいはい あと、マーク・マンソンって人ね、サロー・アール・ノ・ギビング・ア・ファクはね、本当に、How to n o t give a fuck, be happy? <laughs> 大丈夫実は俺ねあの、日本の本なんですけど、Amazon で、ね、オーダーしてそろそろ届くのかな。えっと、橋本さんの強い,野党強い与党の作り方っていう。全然わかんないけど、政治系、ね、いや、橋本さんがね、まあ、ちょっと今の日本を突っ張切るみたいな感じのね、うん、あの本を書いてて、それは届くのが楽しみなんですけど、まあ、トイレで。 あのナンバーツーしながら読,む読もうかなというふうに考えてるんですけど。まあまあまあ、だから、年それにつれて変わってくる部分あると思うからさ。そうかもしれないですね,ね本。本じゃないからね、別に。だって俺オーディオブックでもやるからさ。普通に聞ちゃうあ、じゃあ聞き流しみたいな。うん、1.5倍でとか。うん、あ、でもね、<本>俺唯一好きなのがね、テッドトークとか、そ<う>演説好きなんですよ。演説を見るよ。あとインタビューも見るよ。うん はいはい、俺も言いますね演説とかす,すっごい好きでプレゼンテーション,とかションにある、ね。うん、いやなん、なんかね、やっぱ一対一で喋る、喋り方じゃないんですよね、オーディエンス、大衆に向けて喋る、うん、そのデリバリーの仕方とか、すごいね、そういうの見ててで、例えば考え方が似てるの,くるのよね、いろんな人が例えば、サジェスティービデオで同じことを言ってるの出てくるんじゃん、ばばばって。 で、へーってその考え方にエクスポーズされて、あな,なんだろうなみたいな。で、でそ,のそのうちなんか、ある著者がバーンって本出してて、それがベストセラーで、なんだこいつ何書いてんだみたいな。で、読みたくなっちゃうっていうパターンだった、俺はなるほど。いきなり本に行ったってよりは、その考え方は知ってて、動画でも結構見てて、でも何な,な,んなんだ、もっと深く知りたいなっ、つって。で、本見たらやべえくらいレビューがあってさ、これはやべえみたいな。 これ、みんななんかレビューですげえいいこと言ってるぞ、これ、なんで俺、今まで知らなかったんだみたいな、俺、置いてかれてんじゃねみたいなところで、ちょっと読みたくなっちゃう部分がある、正直。今、ちょっと俺、はっとしたんですけど、<あ> YouTube とかで、例えば、サッシーがなんか言うじゃないですか、ああでそれで十10分じゃないですか、ああでも実際、サッシー考えてる子ってもっとあるじゃないですか、ああそれを例えば、サッシーが本に出すじゃないですか。で、ああ要は、それを読むに至るとっていうのは、要は本気で、のサッシーの。 だから多分要は俺が本読まないの多分 YouTube の動画見てそこで終わっちゃってるんですよね。うんそうかもね。<分>でもそれでもいいのかもね。うん、今の,興,興,味の興味のレベルにもいるからさ。そうですね。うん、だそうやって悩んだ時が一番ね、その成長する時になるよね。うん、だから全部完璧だとそんな成長しないじゃん。だからそ今仕事をしてお金もらってローン払い終わりつつかの 次のステップ何ってところだと思うよ、正直、やつは。分かんないけどもね、間違ってるかもしれないけど。いや、参考に、いや、ね、今ね、めっちゃ思った。参考になったな。いや、サッシーで、ね、メンターに欲しいですね。あの、雇わあの、払わないですけど、お金。<laughs> お金は払わないけど、うん、サッシーメンターに欲しいですね。いや、だから本当だからメンターシェプってそういうことよ。あのあ<ー>俺もそのメンターっていうのは、インフォーマルだけよね。その慕ってる人じゃないけども、うん、例えば、3、4歳年上で、似たような考え方してて、で、ライフスタイルも似てて、 でな何かしらなんか経験してる部分が違うところあるわけじゃんはい、はいで。そこを取りたいなっていう意味では一緒に旅行してた友達もいるしさ、今回のあれでもそうだし。その人は例えばパーソナルファイナンスで先を行ってるとか、メディテーションでとか、そういうところでちょっと学んで,で,で、俺は例えばフィットネスで先を行ってるととかいろいろあるわけじゃん。でそれで、そのウィンウィンってのでの、そういうインフォーマルだけでもなんか学べる友達っていうのは俺は作るようにしてるから、 だから,だからさ、俺最初に言ったように、だからメンターが必要なのよ。それで迷ってるときしてっ、ね、で、それで、現実社会で見つかればいい。で、見つからなかったらどうするのとか言たら YouTube とか本とかっていう話だけだったろうな、みたいな。だからそういう、俺はそういう本読んでるよ。あ<ー>ででそういう本っていうのは、何がした共通項であるかって言ったら、アウェアネスになる。セルフアウェアネス。コンシャス。コンシャスネスっていう。そういう本が,が俺は面白い。それを見ると、 あこういう考え方があるのかと、こういう幸せの価値観があるのか、こういう成功のためのルーティンの仕方があるのかとかね、そう成功者の凝縮されたパターンっていうの。例えば、あの、何、Virgin Atlantic のさ社長んじゃん、リチャード・ブランソンとかさ。あ全然知らないですけど。そういう人たちいるわけよね。だから日本の社会は狭いわけじゃん。世界でもっといるわけじゃん、頭の人が。 あのそういう人たちのを知ることで、で何が何、何ってなったら、コンフォーミズムになるんだ、結局。だから、大衆に逆らっていかないといけなくなってくるね、やっぱりそういう本を読んでると。みんな同じ、共通項は、あの大衆、だから、シープビヘイビアを持ってたら、もうどうしようもないっていう話で、でどこでこう違った見方で,でやっていけるか、そこが大事だよね。起業するしないに別で、自分の人生をうまくやっていく上でとかね。 だからゴールを見つけるのに、どうやってるのかって時に、そのあれなんか違う考え方してる人がいるぞと、面白いぞと。でしかも、その人が億万長者でとかさ、ビジネスでちゃんとやっててとか、スポーツで成功しててとか、ね。それ、ね。それ,それなのよ、結局。アベアネスになっちゃうんだよね。だから価値観広ければ広いほどね、視野が広いほど、その引き出しが増えるっていうの。 だから、一郎のさ、ルーティーンだって学べることあるわけじゃん。ダルビッシュの価値観学べることあるわけじゃん。だ無名の人から学べることもあるけども、パターン的にね、その,その成功してる人ほどパターンがなんか共通国があるわけよね、やっぱり。それを知りたいっていうだけの話で。だから、ね、そ,その人もそうよ、ね。うん。その人も起業したって俺、なんとなく分かったけどさ。そ,そう,そうなの。そうなるね、やっぱり。価値観広いとと学校、まあ。